ヨハン・ルート・ビヒ・クレープス作曲の前奏曲ヨハン・ルート・ビヒ・クレープスはバロック音楽末期のオルガニスト作曲家。親子二代揃ってのヨハン・ゼバスティアン・バッハの皇帝として歴史に名を残し作曲家として恩師から北ドイツオルガン楽派の伝統を引き継いだ。バッハの長男ビルヘルム・フリーデマンや次男カール・フィリップ・エマヌエルと同世代だが彼らと違って 伝統的なポリフォニー構成を好んだバイマル出身。父親は巧妙なオルガン奏者ヨハン・トビアス。ルートビヒは音楽的才能に恵まれたクレープス兄弟の少なくとも3人のうちの一人であった。オルガン、リュート、バイオリンを学ぶためにライプツヒに行き、父トビアス同様バッハにオルガンを指示する名誉に恵まれた。バッハはルートビヒに高い評価を与えており、 明らかに、相弟子と認めていた小川に住む良いカニである。技術的観点からすると、ルートビヒクレープスは、バッハに次いで比類のないオルガン奏者であった。しかしながら被護者を得たり、どこの大聖堂においても、職を得ることはかなり困難だった。その一因として、当時すでにバロック音楽様式は、全古典派音楽へとって変わられ、時代遅れになりつつあったということが挙げられよう。 ツビッカウで小さなポストを得た後、恩師、バッハの死から5年後の1755年、ザクセンゴータールテンブルクコーフリードリヒ3世の宮廷オルガニストに任命される。当時のクレープスは困窮しており、7人の子供を含めた自分の家族を食べさせるため、少ない報酬も厭わず必死に働いた。結局彼は養殖を得ることなく、また宮廷作曲家になることも一件たりとも、 作品移植を受けることもなく、生涯を終えるが、かなりまとまった数の作品を作曲することが可能な音楽家だった。とはいえ、彼の残した作品は20世紀初頭までほとんど出版されることはなかった。作曲家として、クレープスはバッハの卓越した指導に恵まれたとみなされている。クレープスの対法はバッハに比べると見劣りするが、 バッハはその奥義を極めていたのだから、このような比較はあまり意味がない。つまるところ、クレープスの作品は優れた質を示しているが、当時としてはかなり流行遅れだった。最も有名な作品にトッカータとフーガ補聴長が挙げられる。父親の作品とも伝えられる八つのショープレリュードとフーガは時にバッハの作品と混同されてきた。 クレープスの三人の息子たちも当時は有名な演奏家となった。うち一人は歌曲の作曲で名を成した。ありがとうございます。